はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は新ギレンの野望シャアシナンジュに乗る、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、一年戦争をシャアがシナンジュに乗ってプレイしていくというベリーハードでの攻略になります。前回はですね、マドラス基地の攻略を行いました。で、その後ですね、トリトン基地を攻略するのか、それともイギリスベルファスト基地を攻略するのか、ちょっと悩んでいたところなんですけども、今回はですね、オーストラリアトリトン基地の攻略の方に進んでいきたいというふうに思っています。まあ、単純に距離的に短いかなというところですね。すでに軍進めてまして、ガウ攻撃空母にシナンジュを乗せてオーストラリア大陸を目指しています。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、今ドワッジをね、マドラス基地に入れたりしてるんですけど、このドワッジはシャアの配下ではないものなので、発言ポイントを使って、まあ強制的に行動させたんですけども、もうベリーハードだと、まあ、ちょいちょいこういうね介入を行っていかないと拠点が落とされてしまうことがあるので、まあ、そのあたりはねしっかり注意を払っていきたいというふうに思います。さあ、トリトン基地、オーストラリア大陸への進軍ルートですが、確実に拠点を制圧をしながらですね、補給のラインをつなげつつ進軍をしていきたいと思います。シナンジュだけは例外で、ガン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 前に出ていきたいと思います。シナンジュがいかに無双できるかっていうのがね、攻略の大きなポイントになっていきますので、ここはね、シナンジュを存分に使ってですね、進軍のルートを確保して突っ込んでいければいいかなというふうに思っています。ではシナンジュ発進できますので発進していきます。ここで数を削れるだけ削っていきたいと思います。ではシナンジュに攻撃が集中ね、してもらえるように、かつシナンジュので、まあ、補給がちゃんとできるようにというのを考えながら進軍していきましょう。今敵がソロモンに攻撃を仕掛けてきているところなんですけど、このソロモンの防衛がすごいザクの数ですね。これこんだけソロモンの基地全面にザクが取り付いているっていうのもなかなかね、見ないですけど。ではトリトン基地攻略戦、始めていきたいと思います。まず画面のマップ右端に入っているこの1機のズゴックですが、これはフィッシュアイ3機を倒せないと思うので退却します。攻略は、まあ、ここで言うとシナンジュをしっかり通して、シナンジュが火力を発揮できるように補給しながらね進める路線というものを考えていきたいと思います。ここにいるガンキャノン2が邪魔だな。これをガンダム、マゼラタックとジムストライカーで、倒してしまいましょう。で、ここを占領すればいいですからね。もう本当に敵の火力をね、シャアのシナンジュが全部受けて、先制攻撃でそれこそ6機撃破、反撃で、6機撃破、毎ターン12機撃破していくぐらいのね、勢いで攻めていけたらいいのかなというふうに思っています。なので、まあ、ちょっとそういう戦いがね演出できるように頑張りましょう。マゼラアタックでここを死守して、その間にどうだ、シナンジュで前に進んじゃいましょうか。シナンジュでねこの敵の砲台を叩くというのは、まあ、多少、まあ、もったいない戦い方とも取れるんですけどね。
ここはズボック隊も出しちゃいましょう。ゴックも出して、ちょっとずつ前に出ていきます。さあ、拠点をね、制圧しながら前に進んでいきたいので、ちょっとずつ前に出ていきます。ここはね、本当に、陣取りゲームじゃないですけど、確実に歩を進めることに専念して、行きたいと思います。結構ね、敵フィッシュアイが多いので、単純なモビルスーツの数というか敵の数を見るよりかは少ないと思うので、敵のね、フィッシュアイを除いた陸上戦力を中心になる早で潰して前進していきましょう。シナンジュが攻撃を一手に受け止めたいので、シナンジュは無理してでもさらに前に出ていきます。ここで、ここまで届きたかったな。ここまで届けばだいぶいい感じだったと思うんですけど、疲労度25、ここは無理してでもこの5機を潰しに行きます。感知もしちゃおう。これで攻撃で、ガンダム、ドーム、ジムストライカーで、このールート上にある、この砲台を攻撃。ガンダム、ガンタンク、ガンキャノンも出しちゃいましょう。で、次のターンでこのズゴック1を出して、このターンでズゴックと指揮官機だったら制圧できますね。制圧しちゃいましょう。これで補給のラインつなげました。ちょっとずつ、そして確実に進んでいきます。シナンジュがどっかで疲労度とエネルギーの補充ができれば、それで十分、攻略は前に進むかなと思いますので、ちょっとね、そこだけ気をつけて、進軍ルート確認していきます。ここで6機落とせるかどうかだね。ガンタンク2とガンキャノンが入ってるんで、ちょっと火力、さらに装甲っていう面ではね、熱そうですけどね。2機残りかな。ジムストライカーを潰し、いや、ガンキャノンに行った。ジムストライカーとガンタンク2が残りましたね。ここは反撃を受けて、かわしていきましょう。ジムストライカーと水中型ガンダム、それにジムスナイパーのガンダンク2、これどんだけ潰せるかだな。全部ここで6機撃破してくれたりするとね、すごく楽になるんですけど、どうだ、もう一発当たってくれればガンタンク2が残った。敵の格闘を仕掛けてくる部隊に関してはこちらでね、反撃で仕留めていけるので、あそこでガンタンク2が1機残ったのがもったいなかったですね。シャアの疲労度が50まで上がってきてるので、次のターンでちょっと回復ポイントに入って回復しましょう。 G3 ガンダムがいるんだな。シナンジュはここを占領して一度この回復ポイントをうまく利用させてもらいましょう。あとは無駄にね、その戦力を失いたくはないので、しっかり回復して、万全の状態で敵の方に進行していきましょうか。ちょっととのダメージのね、差で、回復ができないってことになると悲しいので、
あとは至難所に攻撃をみんなが集中してくれることを願う。さあここは反撃を決めて数を減らしていきましょう。まあ、シャアの至難所が撃破されることはないと思うんで、怖いのがね、もう唯一あるとすれば、エネルギー切れ、で攻撃ができない。あるいは疲労度マックスで攻撃しても攻撃が当たらないっていうね、そういう状況だけは避けたいんですが、ここは前期破壊できそうですね。こうやって見るとやっぱ至難所ね、一回り、大きいサイズですよね。では次のターンに持ち越します。ではトリトン基地攻略戦の続きです。急ぎましょう。ちょっとニューヨークが攻撃を受けている状況がありましたので、攻略を急いで、進めていきたいと思います。では至難所また突っ込ませましょう。疲労度が39と完全に抜けきってないんですが、敵がね、ニューヨークに進行しつつあるというのと、この、トリトン基地の方にも、南の方からね、敵が、増援できてる傾向があるので、増援される前にですね、できるだけ仕留めていければいいかなと思います。ちょっとここ賭けにはなりますけど、この G3 ガンダムガンキャノンガンタンクに突貫をかけてみましょうか。うまくはまってくれたらね、これで、占領ができるかもしれない。突貫をかけて、勝負にちょっと出てみましょう。でフロンタル、シャアの至難所の方はこの6機水中型ガンダムが5、ストライカーが1、ここに攻撃を仕掛けます。長期戦に備えて、補給線はつなげておきましょう。ここでね、この3機 G3 ガンキャノンガンタンクが倒せたら本当に大きい。 G3 ガンダムは残るか、格闘で消せるかどうかってとこですかね。 G3 ガンダム残ってますね。残念。 G3 やっぱ強いな。あとはここですよね。ここでどんだけ数削れるか。全機撃破できたら御の字だけど、どうだろう。3機残りから1機格闘で殺して2機残りですね。フィッシュアイはそこで指をくわえて見てるだけですからね。水の中に入ったらフィッシュアイむちゃくちゃ強いですけど、ここだったらそうでもない。反撃でこれ潰せるな。これでうまくすれば占領が進みそうですね。ガウがちょっと減ってるので、ガウを一度後ろに下げましょう。ここの基地、ここの水中型ガンダム、難しいな。まずこのガウは一旦後ろに下げて回復させる。確実に次攻略をしたいので、この水中型ガンダムどう料理するかだな。ここに入ってるズゴックもうまく使いましょうか。
では、ガンダムストライカーを使って、さらに、ガンタンク、ガンキャノンからも攻撃。念のため、ズゴック隊も出しておきましょう。次のターンに備えます。で、シナンジュ。シャアのシナンジュで G3 を潰しましょう。どうしても言い間違っちゃうんですよね。まずここで水中型ガンダム2個、2機撃破できましたね。これで G3 ガンダムはさすがに、シナンジュであれば倒せると思うので、これで敵の拠点上の敵は一掃しました。次何ターン目？4ターン目。よし、危なかったね。これで制圧できます。水中型ガンダムがあと一歩まで迫ってましたけど、うわ、ここでストライカーたちがやってきちゃったね。そしたらシャアのシナンジュで攻撃を仕掛けましょう。よって、ここのね、制圧は次のターンに持ち越しですね。そしたらみんな一度ね、回復をしておきましょう。みんなダメージが蓄積してきちゃってると思うので、ジムコマンドストライカー、これにシナンジュとガンダムが共闘するっていうね、そういうシチュエーションですね。どんだけ削れるか。3機格闘に行ったので、ドームが格闘で倒せるかどうかだな。倒せなかった。いや、強いよね、やっぱりね。ベリーハードは。ベリーハードだけあって。なので、ちょっとね、次のターンに持ち越しになりますが、トリトン基地の攻略はこのまま続けていきたいと思います。さあ、敵増援が、やってきている気配ありますので、しっかりとね、ここで攻略を完了させましょう。さあ、これで今度こそね、正真正銘、制圧できると思います。フィッシュアイをどう料理するかだよな。フィッシュアイが本当に硬いというかね、対応しづらいので。ちなみにシナンジュは残念ながらそのフィッシュアイとかの攻撃は、まあ、できないので、水中には入れない仕様になってますからね。ではトリトン基地は攻略完了です。裏で敵のね、フィッシュアイとかを潰しておきたいと思います。ガルマ少将からの通信です。さあ、君の活躍で地上侵攻作戦は順調だ。連邦の戦力は日増しに低下している。今ならばジャブローの攻略も可能なはずだ。君の判断でジャブロー攻略を開始してくれ。はい、というわけでね、ジャブロー攻略作戦開始できるようになりましたので、次回はジャブロー攻略作戦の方に、ね、着手をしていきたいと思います。